こんにちは、ライターの大塚拓磨です。さあ、ついに第4弾となりました雑学多めのアビスパ福岡選手名鑑。今回はフォワード編です。はい、ラストですね。はい、なかなかね、再生回数はいかないんですけれども、局地的に大変好評なこの選手名鑑。はい、自信を持って最後まで完走したいと思います。それでは早速行きましょう。福岡2年目爆発せよルキアン選手。はい、インポータントマークつきましたルキアン選手です。2022年、昨年から在籍しておりまして、昨年ジュビロ磐田からですね、移籍で入ってきました。34試合出場で3得点ということで、本当はね、もっと得点数が期待されていたんですけれども、なかなか得点に結びつくことがちょっとなくてですね。ただ、やっぱりですね、2021年は J2 で22ゴールを挙げて得点王に輝いた選手だったので、まあ、もっと得点上げられるんじゃないかなっていうふうに期待はされていたんですが、3ゴールで終わったと。ただですね、このルキアン選手、このね、ゴールでは、こう、ゴールだけではですね、こう計算できないというか、大変、こうね、積極的に守備をするであったりとか、献身的なプレーというのがね、もう、素人目にもわかるっていう、はい。そういうプレーぶりで、サポーターからの支持はね、すごく熱いものがあります。いつね、ゴールがたくさんこう、決まってもおかしくないんじゃないかなっていうことで、みんなね、ルキアン選手の実力っていうことはもうみんなこう、わかっている。ただ、得点の数字だけがついてこないみたいな感じなんで、ちょっとね、これ2年目爆発してほしいなってみんな思ってるんじゃないでしょうか。はい。ね、守備を積極的にこなす生徒、強いフィジカルが魅力の選手です。ご本人もですね、やり方もスタイルも全く違うチームに来て、少し苦しんだというふうに語っているということで、2年目はね、また順応していると思いますので、ね、ぜひちょっとゴールがたくさん見られることを期待したいなと思います。尊敬するプレイヤーが元ブラジル代表のロナウド選手ということで、はい。ロナウド選手、人気ですね。この世代の選手にですね。はい。では、サポーターの声見てみましょうか。昨シーズンは得点という結果はあまり残すことはできなかったけど、ルキアンはよく走るし、守備もすごいするからルキアン推しということで、10代以下の男性の方の支持ですね。的確なポジショニングによる無駄のないハイプレス守備、ボールダッシュやパスを受けた後からのチャンスメイクへの速さと勢い、強いフィジカルとボールキープ力、試合終盤でも最終ラインまで下がる諦めないハードワーク。昨年はゴールハンターにはならなかったものの、チャンスメイク、ハイプレス守備では相当に輝いていた点ですということで、もうね、これくらいですね、みんなルギアン選手には、ね、の、こう、選手としてのクオリティの高さっていうのはね、もうみんな、こう、わかってるんですね。はい。あとはゴールです。はい。今年どうなるかね、もうみんな期待してるんじゃないでしょうか。はい。ぜひね、ルキアン選手、結果で答えてくれるとみんな信じてます。頑張ってください。それでは、次に行きましょう。俺たちのバンディエラ、ジョーゴ・ヒサシ選手。はい、特別なキングマークをつけております。はい。ジョーゴ・ヒサシ選手ですね。福岡県久留米市出身の選手なんですけれども、もうね、サポーターの方からすると、もう説明不要なんですけれども、これね、この動画、初心者、ライト層向けに、こう、出してますので、ちょっとジョーゴ選手のことを説明しておかないといけないということで、説明しておこうかなと思います。はい。このね、2005年より在籍ということで、もう、国見高校卒業して以来ですね、ずっとアビスパ福岡一筋のバンディエラということで、2005年からなんて選手はね、誰もいないと。この選手名鑑ずっと見てる方ならわかると思うんですけどね、2019年から在籍とかで古株っていうレベルなんで、2005年っていうのはちょっともう全然もうね、到底比にならない数字なんですね。で、普通このサッカー選手っていうのは、同じチームに、こう、5年も10年もいるっていうこと自体が大変珍しいんですね。なかなかあることじゃないというところでして。それなんでかっていうと、まあ、サッカー選手自体のこの選手生命がそこまで長くないということで、あとチームの方針によってですね、出場機会が大きく変動するんですね。だから、各選手はですね、自分の、
プレースタイルに合ったチームに移籍をし続けないと、短い選手寿命の中で、プレーできる期間が短いわけなんで、出場機会が重要なわけですよ。だから、今シーズン、ね、数試合しか出ませんでしたねっていうシーズンをなるべく送りたくないわけだから、なるべく、こう自分のプレーが活かされる監督がいるところに、移り続けるっていうのが基本なんですね。はい。ね、自分のサッカー人生のことで考えると、それがベストなのかもしれないんですが、まあ、それって、でも、ね、あくまで、その、サッカー選手として、その数字を残すというかね、その価値観で言うと、それがベストなのかもしれないんですけれども、まあ、人間の価値観というのはね、10人いれば10人価値観があり、100人いれば100人価値観があるわけです。はい。ジョーゴ選手は、もしかすると、他のクラブに行った方が、ね、成績で残せるシーズンもあったかもしれませんが、アビスパ福岡が好きということで、ずっと在籍をし続けてるということなんですね。で、まあ、サポーターもですね、そういう、事情わかってるからですね、基本的にサッカー選手というのは一つのチームにね、この5年も10年もいるものではないとわかってるので、毎シーズン毎シーズンですね、今のこの在籍してる期間っていうのを選手ももちろんね、その期間で最大限輝けるように頑張るわけなんで、まあサポーターもいる間にしっかり応援しようってことで応援するわけですけれども、まあこう、たくさんの選手が移り変わっていく中、ね、ジョーゴ選手は変わらない、変わらず福岡に居続けるわけですね。ジョーゴ選手ほど変わらず福岡に居続けるっていうことっていうのはもう選手ではないわけなんで、監督でだって変わりますから、だからこう、クラブにおいて長年変わらないものってもう何ですか？エンブレムとか、フラッグとか、スタジアムとか、福岡という土地だったりとか、そういったものしかないわけですよ。で、ジョーゴ選手に関しては、やっぱりこの長年在籍することによって、もうほぼエンブレムだったり、マスコットだったり、スタジアムだったり、そういったものとこう、同等のような、愛着をサポーターから持たれてます。はい。なんで、もうずっと福岡でね、こう、福岡という地を選んで居続けてくれてありがとうということで、大変大きなリスペクトを集めてる選手で、アビスパにとっての財産のような選手ですね。なので、まあ、昨年6試合出場というところなんですけれども、実際試合に出場して、ゴールを決めそうなシーンとかになると、まあ、ベスト電気スタジアムとか、ほんと地響きのような、こう、ざわめきが起こったりするんですけど、なかなかね、初心者の方とかライト層の方っていうのは、そのジョーゴ選手がゴールが決めそうになった時の盛り上がりっていうのに、ちょっとピンとこない可能性があるんで、ここでちゃんと言っておきますけれども、少なくともこの動画を見た方は、このサポーターの人たちがね、ぜひジョーゴ選手に、シーズンの記録としてね、1ゴール決めてほしいっていう思いで、こう、見てるということです。はい。かといってね、その、ジョーゴ選手がスタメンに、並んだっていう、そのなんか、発表がされた時に、うわーみたいな盛り上がることってそんなないんですけど、実際その声には出さないけど、みんな内心では、今日ゴール決めてくれたら最高だなーってみんな思ってるんですね。はい。なんでそのゴールしそうになったらみんな、うわーってつい声が出ちゃうっていう、はい。そういう感じなんで、その空気感っていうのはちょっと分かっていただけたらなと思います。はい。プレーの魅力としてはですね、ディフェンスの裏から抜けていって思い切りよく振り抜きゴールを狙うプレーが魅力ということで、はい。ポジショニングが大変上手ということで、それはね、そういうシーンが、まあ、出場したらですね、きっと見せてくれると思うんで、ぜひ見てほしいなと思います。はい。こう、気になる情報としてはですね、クラブの魅力を聞かれたんですね、ジョーゴ選手。そしたら、芋掘りイベントでサポーターと交流できるっていう風に答えてたインタビューがありまして。はい、それもう笑っちゃいましたけど。まあでも、まあ、ジョーゴ選手が伝えたかったこととしては、それくらいサポーターとの距離が近いというところに魅力を感じてるという、そういうお話なのかなと思います。はい。まあ、福岡出身の選手ですからね、福岡への愛着というところもあるのかなと思います。コロナ禍の期間中はですね、試合ができなかったわけですけれども、その間も公園でボールを蹴っていたということで、はい。こういうね、なんかこう、そこら辺の兄ちゃんみたいな飾らなさっていうのも、ジョーゴ選手の魅力なのかなと思います。なんかね、もう、久留米の兄ちゃんなんですね。はい。公園でボールを蹴ってましたよって、こう、平然とね、こう言っちゃうような、そういう感じの、ね、人柄なんですね。はい。そういう部分が、こう、親近感が湧いてですね、サポーターからも愛されてるのかなというふうに思っております。はい。ちょっとジョーゴ選手の説明はこんな感じになっちゃいますね。はい。サポーターからの声いきましょう。
アビスパそのもの、愚問です。アビスパ福岡卿、情報キング久し派なのでっていう。まあ、なんかね、こういう感じなんですよね、サポーターの声って言っても。はい。ね、特別で特殊な選手、置き換えが効かない、情報だけは金で買えないとかですね。こう、もう、40、50代の方ばっかりでしょ。そうそう。もうね、こうなるんですね。はい、もう、熟練サポーの人たちがもう一人選ぶんならジョーゴしかいないでしょと。はい。もうみんなジョーゴ選手がね、入団した時からのサポーターの人たちばっかりですね。はい。下の方、万能の神とか魂とか書いてあってちょっと怖いんですけど。はい。まあ、そんな感じなんで、まあ、そのジョーゴ選手に対するこのベテランサポーターの方のこう、思い出、愛着っていうものに関しては、なんかね、こう、分かっていただけたらいいんじゃないかなと思いますし、はい。ぜひ、ジョーゴ選手が出場した時は、ゴールを願ってね、見ましょう。で、やっぱ、ジョーゴ選手が出場した時に、この空気が変わるっていうのもね、また、ジョーゴ選手のいいところ、魅力だと思いますので、はい。それで、こう、アウェイのチームだったり、敵チームにね、威圧感を与えられるといいのかなと思います。それでは、次に行きましょう。博多の新生ストライカー、山岸優也選手。はい、インポータントマークついております山岸選手、2020年から在籍している選手ですけれども、昨年ですね、34試合出場して10得点を挙げているんですが、このね、10得点、こう簡単に10得点って言ってますけれども、実はアビスパ福岡が誕生して以来、日本人選手では史上初の J1 での2桁ゴール達成ということで、はい、初めてですよ、はい。日本人選手ってことは、じゃあ外国人選手だったらいたんだねってことなんですけれども、まあいたわけですが、いたって言っても、なんかポツポツいたわけじゃなくて、96年の、トログリオ選手ですね。それ以来誰もいないんですね。J1 での2桁ゴールというのは。はい。トログリオ選手ってのもね、この選手も特別な選手で、アルゼンチン代表経験者の選手なんで、はい。そんな人が10ゴール記録していれば誰も10ゴール記録してなかったところで、昨年ようやく山岸選手が日本人選手として達成したというところですね。すごい、テクニックも持った選手なんですけれども、まあゴールに向かって泥臭くね、貪欲に向かっていく姿勢とかもあって、で、実際その守備なんかも頑張ってくれますし、もう何ですかね、もう完璧じゃんみたいな選手なんですね。はい。で、もうなんか見た目もかっこいいですし、まあぜひね、選手の写真をね、クラブの公式に見に行ってほしいんですけど、クラブを代表するエースストライカーですね。もう現在のチームの顔と言ってもいいんじゃないでしょうか。はい。スター性ありますよね。すごい明るい性格でしてね。テレビに出演した時もね、気の利いたことを言ってくれたりとか、はい。もうね、ずっとアビスパにいてほしい選手って全員思ってるんじゃないですかね。はい。すごい強いメンタルの持ち主で、マイナスなことは絶対口にしないようにしてるそうです。で、試合中にミスることもあると思うんですけど、まあ人間なんでね。その時は、スパイクが悪いって思うようにしてるんですって。かっこいいっすね。そう、試合中にね、こういろいろなんか思い悩んでもしょうがないらしいです。はい。なんかね、僕なんて陰キャなんで、こういう発想ってなんかパーって眩しく映りますね。はい。福岡のこともね、家を買いたいぐらい大好きになっていて、永住したいとまで言っているということで、はい。調子がいい時の感覚を忘れないようにサッカーノートをつけてるということで、はい。そういうね、真面目さも持ってるっていう。もう完璧なんですよ、山岸選手。はい。ぜひね、応援してください。サポーターの声見ていきましょう。守備を怠らない、ゴールも決めるメンタル前向きと選手として素晴らしい上に、昨シーズンのガンバからのオファーを断り、シーズンオフきっとたくさんのビッグクラブからオファーがあったことは想像に難くないのに、アビスパで戦うことを選んでくれたからというね、まあこういう声が来ますよね。うん。昨年ガンバ大阪からね、オファーがあったという報道がありまして、みんなガンバに行っちゃうんじゃないかと思ってたんですけれども、アビスパに残ってくれてですね。はい。すごい嬉しかったですね。アビスパの大きな課題である得点力不足を解消してくれる選手だと思うから、得点を目指して頑張ってほしいということで、はい、得点を目指してほしいですね。このルキアン選手と山岸選手のコンビでね、どれぐらい点が取れるかっていうのはすごい期待しちゃいますね。昨年10得点ということなんですけど、アビスパの昨年の総得点数って29得点なんですね。これJ1 ワーストでして、はい、その29得点中10得点を山岸選手が決めたということで、3分の1は山岸選手の得点だったっていうことなんですね。もうめちゃくちゃ重要ですよ。
はい。本当山岸選手がいたから残留できたって言ってもね、過言じゃないのかなと思います。今年もね、たくさんゴール決めてほしいなと思います。はい。それでは次に行きましょう。残ってジョンマリ選手。はい。どうなるんですかね、結局。これね、フォワードだけ、この収録をね、めちゃめちゃ後に回して、こうジョンマリ選手に関する何か発表があるんじゃないかと思ってずっと待ってたんですけど、何も発表ないんで、選手名鑑として紹介しますね。いや、そのジョンマリ選手ですね、まあ、今ちょっと去就が注目されて、もうシーズン始まるんですけれども、いや、インスタで、こう、もう、なんかトルコ行ってるっぽいんですよね。飛行機に乗ってね。チャオっつってね、ストーリー上げてるんで、何がチャオだよって話なんですけど、もう発表前にインスタでこう、ね、もう、まあ、とはいえ、トルコ行っちゃってるからね、まあ、ね、もしかすると、まあでも残ってとしか言いようがないですよね。だから、はい。まあどんな選手だったかっていう、どんな選手だったかって言っちゃダメか。どんな選手なのか紹介しますけれども。2022年より在籍っていうことなんですけど、まあ、2021年にですね、一度在籍したことがありまして、その時にはですね、わずか16試合の出場で5ゴールを挙げる活躍ということで、はい。で、こう、すごい身体能力高くてですね、ゴールパフォーマンスで宙返りをすることがあるっていう、それぐらい身体能力高いですね。で、家族愛すごい強くてですね、まあ、海外の選手らしいですけれども、腕に3人の娘のタトゥーが刻まれていて、で、必ずキスをしてからゴールパフォーマンスをするっていうね、そういう感じです。はい。元々は守備的ミッドフィルダーやセンターバック、右サイドバックをやってたらしいんですけど、フォワードに転向して、はい、現在の活躍があるということみたいですね。で、左右の両足ともですっごく強いシュートを放つことができるストライカーでして、もうなんすかね、この、大体この途中出場でね、出てきて、ね、ドカーンってゴール決めてくれるわけですけど、なんかね、こう、文脈も何にもないゴールというか、ね、よく理不尽ゴールってそういうの言ったりしますけど、はい。なんかもうこれまでの流れとかですね、嫌な空気とか、いい空気とかも、もうなんか何も関係ないって感じですね。その、もう、ジョンマリって感じ。アビスパ福岡っていうか、もう、ジョンマリって感じです。はい。ジョンマリがやってきて、ジョンマリがジョンマリしてゴールですねって感じです。はい。で、こう、かなり熱い性格らしくて、試合観戦すると熱中しすぎて自分で足を振ってしまうことがあるので、あんまり狭いところで試合を観戦しないようにしてるらしいです。はい。だからテレビ観戦あんまり得意じゃないって言ってましたね。言ってましたって僕が聞いたわけじゃないんですけど、はい。そういう記事がありました。はい。このね、ジョンマリ選手のこのね、理不尽ゴール、この何の流れも関係ないね、ゴールっていうのがすごい武器だったわけですけど、まあ、ちょっと、今年いてくれるかどうかわからないということで、はい。ね、もう発表するなら早くしてくれって感じです。はい。サポーターの声紹介しましょう。今シーズン J1 得点王になれると期待してます。いや、ほんとそうですよね。フルで出るんだったら本当にそういう期待もしちゃいますけれども。今まではシーズン途中の加入だったので、今回初めてフルシーズン見れるの楽しみすぎます。おそらく、長谷部監督もジョンマリを生かすような戦術を組んでくるでしょうし、かつて柏で無双してたオルンガ。はいはいはい。いましたね。オルンガのような活躍に期待しています。タクラブどもは震えて待って。タクラブど、こっちが震えて待ってるやん、もう。ねえ。いや、そうなんですよ。なんかね、虎の意を狩る狐じゃないですけれども、ジョンマリの意を狩るアビサポって感じだったんですけど、はい。すっかりこういうね、感じです。はい。まあ、トルコに行こうが、アビスパに行ようが、はい。ジョンマリ選手がもっとね、活躍してくれることを期待しております。こんな感じでいいでしょうかね。はい。次行きましょうか。はい。今年の期待度ナンバーワン、佐藤涼河選手。はい。ニューマークプラスエクスペクテーションマーク。新加入で期待もされている選手です。福岡県福岡市出身の佐藤選手。昨年はですね、東京ヴェルディに在籍しておりまして、40試合出場で13得点ということで、もうすでに実績がある選手ですね。はい。東京ヴェルディではルーキーイヤーから2年連続で40試合以上出場して、両方とも13得点と。2年連続13得点。これ確かな実績ですよね。はい。だから今年ね、この J1 の舞台で、ね、意外と早速暴れてくれることも全然あるんじゃないのかなというふうに思いますけどね。いや、期待したいところですよ。
はい。東福岡高校時代には2年時に全国高校サッカー選手権の優勝経験ということで。で、小田樹選手、ね、鹿島アントラーズから入りました小田樹選手は東福岡高校時代のチームメイトということで、はい。このコンビでね、ゴールが決まるってこともあるかもしれないですね。このジョーゴさんと同じチームでできるのは感慨深いというコメントしておりまして、まあ、子供の頃見ていたね、ジョーゴ選手と一緒にプレーができるということが嬉しいというふうにね、こう語っていたこともありまして、はい。まあ、そんなあなたが感慨深いって感じで、アビサポが感慨深そうにみんなしてましたけれども、はい。まあ、そういう時代になったわけですね。ジョーゴ選手の歴史というのも感じ取れますし、この佐藤選手がね、これからアビスパを引っ張っていくような選手になってくれたらいいなと思います。はい。それでは、サポーターの声見てみましょうか。ベルディ時代からいい選手で、J2 ではもったいないレベルと思っていた。また地元福岡に戻ってきてくれて嬉しいという声であったり、このチームでやりたかったなんて新体制発表会で言っちゃうんだもの、素直でよろしい。こちらも素直に嬉しかった。父がいなくなった後のイケメン枠を安心して任せられる。立ち振る舞い見て好きと思った。ということで、はい、見た目が、はい、大変よろしいということで、ぜひですね、クラブの公式に行って顔写真見てみてください。はい、すでにねユニフォームもめちゃめちゃ売れてるみたいで、はい、キッドスタジアムに行くと佐藤選手のユニフォームを着てる、ね、サポーターがたくさんいるんじゃないでしょうか。ぜひこの期待に応えて頑張ってもらいたいなと思います。おすすめです。はい、では次に行きましょう。抜群の突破力、鶴野麗樹選手。はい、2001年、生まれの鶴野麗樹選手ですね。福岡大学出身で今年から新加入の選手です。抜群のスピードと突破力が持ち味のストライカーです。はい、福岡大学サッカー部の乾監督が出れば確実に点を取れると信頼を置く選手です。身長はね168センチと低いんですけれども、小さいので相手の懐に潜っていくのが得意というところで、ね、どんなプレーをするのか、はい、期待したいですね。ただですね、PK は決めたことがないと語るほどですね、大の苦手だそうで、はい。これね、克服してくださいよ。ね、PK 決めたことがないって勘弁してくれよって話で、はい。いや、本当にね、こんな風に語ってまして、このね、参考簿記のところに、福岡大学は PK 戦で初戦敗退、J1 福岡入りの鶴野麗樹との不安的中、サッカー全日本大学選手権って不安的中とか、こんなネガティブなね、見出しが学生につくことありますね。いや、決めたことがないって自分で語らないでよ。はい。って思っちゃうの。これ絶対克服してほしいんですけども。アビスパの選手ってね、なんか PK に弱い印象がね、サポーターみんな持ってると思うんですけど、ついに決めたことがないって自分で言う人が入ってきましたね。はい。絶対克服してほしいと思います。はい。一つ年上の兄に刺激を受けてサッカーを始めて、小学校からクラブに所属しているということで、はい。チームの歴史と今までの自分を超えていく二桁得点を狙うと宣言しているということなんで、ぜひね、今までの自分を超えてほしいなと思います。PK だけは克服してください。はい。それでは、サポーターの声、見てみましょう。インタビューで二桁ゴールを目標に掲げていたのが印象的だから、大卒ということもあり、即戦力として期待したいし、見た目体格がトーンと被る部分があり、期待してしまうということで。はい、遠野選手も小柄でしたからね。はい、遠野選手っていうのは、2020年に在籍していました。レンタル席だったんでね。川崎フロンターレにね、今いますけれども。はい、その遠野選手がね、福岡にいる時に大変活躍しまして。はい、その遠野選手と被る部分があると。はい。このね、遠野選手みたいな活躍をってよくね、書かれますね。こういう、いろいろな選手にですね。はい、遠野選手結構愛されてたんだなと、こういうアンケート結果見ると思いますが。はい。アビスパに入団したルーキーはなかなか活躍できないことが続いているので、そのジンクスを跳ねのけて、レギュラーの存在を脅かしてほしい。いずれはアビスパのエースストライカーになってほしい。ということで、この生え抜きの選手がね、なかなか活躍しないっていう、そういうなんかジンクスみたいなものがね、ありまして、富安選手以降、なかなかね、アビスパの生え抜きの選手で、活躍してくれる人っていうのはなかなかいないので、ぜひね、鶴野選手、ルーキーイヤーからね、こう、いいとこ見せてくれたらなと思います。はい。ということで、これで全員でございます。はい。アビスパ福岡の全選手をみっちり紹介させていただきました。はい。ぜひですね、今年のアビスパ福岡、きっと面白い試合たくさんしてくれると思いますので、福岡の皆さん、ぜひスタジアムに見に行ってほしいなと思います。
で、まあ僕のこの動画の中でね、なんとなく気になったなって選手がもしいればですね、ぜひその選手名で検索していただいて、YouTube でプレイ動画を見たり、ね、あのクラブの公式のサイトに行って選手の顔見に行ったりとかですね、実際にスタジアムに行ってみたり、グッズを買ってみたり、選手の Twitter、インスタフォローしてみたりとかですね、いろいろやってみてください。きっと楽しい一年になるはずです。はい。それでは、また今度はですね、アンケートの結果発表とかもまだまだありますんで、いろいろたくさん紹介していければと思いますし、今後もこのチャンネルではですね、アビスパの試合観戦がもっと楽しくなるようなですね、初心者、ライト層の方がもっと楽しめるようにするにはどうしたらいいかっていうのをね、この動画の中でいろいろチャレンジしていこうと思いますので、ぜひ見守っていただければと思います。それでは、さようなら。福岡の ベススタニアビスパ福岡を見に行こう